写真拡大。巨人ヤクルト25日長良川球場。巨人の先発ヤングマンが先発復帰戦で2回を持たずに早々と降板した。5月30日の阪神戦以来の先発となる助っ人は初回先頭の山田哲に四球を与えるも無失点に抑えたが2回に崩れた。石一塁から広岡に四球、続く投手の山田大にも四球を与え、ジートーからため息が漏れた。満塁からは山田哲、山崎と連続押し出し四球。さらに青木、バレンティンには従前的自打を浴び、2番手の高木にマウンドを譲った。1回23を投げ5四球、3安打5失点の乱調。初めての岐阜のマウンドで制球を目指した。降板後、申し訳ないとしか言葉が出てこない。全部、自分が投げるという気持ちで、マウンドに立ったが、不甲斐ない形になってしまった。チームに申し訳ないし、昨日に続き中継ぎに迷惑をかけてしまったと猛省した。